アイテム番号 SCP-319JP。 オブジェクトクラス、セーフ。特別収容プロトコル。 SCP-319JP の敷地内はダミー会社の私有地として偽装されます。SCP-319JP 担当職員は敷地内の観測所イプシロン RASS にて勤務します。 SCP-319JP から周囲 2km には動体感知センサー付きのフェンスを張り、警備員を巡回させてください。もし一般人の立ち入りを検知した場合、警備員が速やかに強制退去させます。有事の際は即時の B クラスまでの記憶処理が許可されています。説明。 SCP-319JP は、に位置する、廃墟となった研究施設です。もともとは何の研究を目的として運営されていたのか、誰が所有者だったのかは不明なままです。SCP-319JP 内部に入るには、用途不明の大型パラボラアンテナに備え付けられた扉を使用します。パラボラアンテナは2つ存在しますが、出入り口は片方にしかありません。SCP-319JP は最高で地下5階にまでいたり、内部では常に局所的な時空間異常が発生しています。この時空間異常は不安定で、そのほとんどが流動的なものです。さらに、施設内では様々な要素を持つこうした時空間異常がいくつも並列して発生しています。専門家は、綿密な調査を行えばこの時空間異常のパターンをつかめるものと推測していますが、現状では全く把握できていないままです。SCP-319JP 内部では、あらゆる通信機器が使用不能になることが判明しています。これは時空間異常が通信に干渉するためだと考えられています。なお、施設内は未だに未知の供給源から電力が送られ続けており、電灯や一部の設備の使用が可能になっています。SCP-319JP は2000年9月15日に複数人の廃墟マニアの失踪に関連したとして財団の注目を引きました。調査チームはまず小型の無人機にて SCP-319JP 内部の調査を試みました。しかし、探査開始からわずか5分で無人機との接続が失われたため、任務は失敗に終わりました。45分後、無人機の回収及び内部調査のために、B-29974 を派遣しました。彼は施設に入ってからおよそ30秒後には地下2階部分にて無人機を回収し、施設の外へと出てきました。待機していた職員がなぜそんなに早く無人機を回収できたのかを尋ねると、B-29974 は自身が1時間近くの間施設内を方法っていたはずだと主張しました。エンジニアが無人機を調べたところ、6時間の連続運用が可能なバッテリーはすでに切れており、休眠状態に入っていることが判明しました。これらにより、SCP-319JP 内部では局所的な時空間異常がいくつも発生しているものとの仮説が立てられました。探査 319JP-0002 日付、2000年、09月30日、探査 319JP-0002 では、専用の機動部隊 U-2、タイムイズマネーが構成され、探査に向かいました。有益と思われるサンプルの回収、内部の調査、異常性発生の原因解明が任務として設定されました。発見されたオブジェクト。ナンバー 319JP-004。地点、地下1階、セクション A-003。概要、不明な人物2名の白骨化死体。お互いに寄りかかるように重なった状態で発見。サンプルを回収しようとしたが、消失したために失敗。過去か未来の空間の一時的な出現であったと推測される。ナンバー 319JP-011。地点、地下2階、セクション F-056。概要、切り取られたメモ用紙1枚。英語で Why we fail mate ente second 39と書かれている。詳細は不明。
サンプルは回収された。ナンバー 319JP-013。地点、地下2階、セクション G-014。概要、ヘッケラー&コック社製の MP5KA1 短機関銃。シリアルナンバーは削られている。15発装填の短縮化弾倉には、7発の銃弾が残されていた。ナンバー 319JP-026。地点、地下2階、セクション G-068。概要、ノート1冊、回収済み。その内容から、TPU イン可能性オブジェクトにして、全内容の閲覧には要レベル4以上のセキュリティクリアランス。ホイ、メンバーのうち、02ブラボーは地下2階のセクション F-048 を探索中に、身体の急激な老化に見舞われました。チームメンバーはセクション F-048 への侵入は危険だと判断し、ブラボーの回収後、撤退を決定しました。任務終了後の検査で、ブラボーは90歳相当の肉体にまで衰えていることが判明しました。本人の希望により、ブラボーの妻と娘には、彼が、フロント企業への通勤途中に交通事故で死亡した、という虚偽の情報が伝えられました。探査 319JP-0002、施設内画像、抜粋。02チャーリーにより撮影された SCP-319JP 内部の画像。それぞれ詳細なアクセスが可能です。探査 319JP-0003 日付、2000年10月3日探査 319JP-0003 では、機動部隊化05、コフィンダンサーを探査のため機動部隊 U-03、ウォッチメイカーに変更し、SCP-319JP 内部に派遣しました。ほい、任務は失敗し、チームメンバーは1名も帰還しませんでした。捜索隊の SCP-319JP 内部への派遣は却下されました。発見されたオブジェクトナンバー 319JP-026 の閲覧を申請。発見されたオブジェクトナンバー 319JP-026、機動部隊 U-03、ウォッチメイカーのメンバー、デルタの個人ノート。当該のオブジェクト、ナンバー 319JP-026、およびその内容は、TPU イン可能性オブジェクトに指定されています。現在、指定の解除を検討中です。電車車中、機動部隊 U-03、ウォッチメイカー、機動部隊化、05、コフィンダンサー、を SCP-319JP 探査のために名称を変更し再構成したものです。日付、2000年、10月3日。もうすぐ日付が変わる。今日の夕方にはもう帰還しているはずだったのに。俺の隣でアルファとブラボーが眠っている。とりあえず、この時間を使って何があったのかを書き記しておくことにする。俺たちの任務は、地下1階の捜索から始まった。結論から言うと、何も得るものはなかった。廃墟ではあったが、荒らされた形跡はなく、綺麗なものだった。そのまま俺たちは階段で地下2階に降りた。途中の廊下で、ブラボーが水を飲もうとして取り出したペットボトルを落としてしまった。すると、ペットボトルはコロコロと転がって、消えた。それが、俺たちが最初に出くわした時空間異常だった。ペットボトルは、廊下の先で口を開けて待っていた過去だか未来だかに飲み込まれちまったんだ。
そしてセクション K021 で事件は起きた。319内部をマッピングしていたチャーリーが何者かに襲われたのだ。俺は銃声がして、チャーリーが崩れ落ちるのを見た。そこには何か、人型の実体がいた。そいつは一瞬でチャーリーをひっつかむと、どこかへ消えてしまった。あのペットボトルのように、後には、チャーリーの血痕だけが残っていた。残ったアルファ、ブラボー、俺、エコーは、チャーリーが時間の割れ目からやってきた何かに襲われたのだと気づいた。クソ、そんなもの、どうやって防げばよかったんだ。俺たちは撤退することに決めた。元来た道を戻るのだ。エコーを先頭に。俺たちは警戒しながら歩いた。襲撃者が再び現れた時のために。すると突然、セクション J077 に差し掛かったエコーが立ち止まった。エコーは、その場でビデオ映像を一時停止したような、不自然な静止の仕方をしていた。俺はエコーに近づこうとしたが、アルファがそれを押しとどめた。やめておけ。お前もああなるぞ。と言われた。時間に絡め取られると、ブラボーが、そこでは時間が止まっているのかとアルファに尋ねた。アルファは、時間は常に流れていて、停止することはないはずだと言った。エコーの周囲の時空間は、単に恐ろしいほどゆっくりになっているのだろうとも言った。俺たちにはエコーが動いているようには見えないが、エコーには俺たちがものすごい速さで動いているように見えるのだろうか？結局、どうすることもできず、エコーはその場に残して迂回することにした。俺はいつかセクション J077 の時空間異常が終わったら、必ず帰ってくるとエコーに言った。俺はふと、その声がエコーの耳に届くまでには、どれほどの時間がかかるのだろうかと考えた。俺たちは迂回して、未知の、前回派遣された機動部隊がマッピングしていない場所を通ることにした。というか、そうする他になかったのだ。そして、今に至る。ああ、畜生、完全にロストした。俺たちは今頃、MIA 扱いにするか審議されているところだろう。とりあえず、俺たちは次に襲撃されても対応できるように交代で睡眠を取ることにした。日付、2000年、10月4日。朝、地下へ降りる階段を見つけた。話し合いの末、俺たちは地下3階へ行くことにした。そこから別の地下2階に上がる階段を見つけようという、一種の賭けだった。地下3階部分はセクション MNO 群に分類することにした。廊下の途中、セクション M005 指定の地点で、けたたましいアラーム音と大勢の人が走る音を聞いた。俺は幻聴かと思ったが、他のメンバーにも聞こえたらしい。俺が思うに、あの音は長い時間をかけて過去や未来、多くの時空間を通り抜け、ちょうど今、ここにいる俺たちの耳に届いたのだ。ちなみに、結局、俺たちは今日も出ることはできなかった。倉庫かシェルターのような場所で2日目の晩を過ごすことにした。寝ている間に時空間異常が起きたらと思うとゾッとする。日付、2000年、10月5日。ブラボーが死んだ。セクション N-009 で奴の身体の半分が、対抗していく時間に触れてしまった。巻き戻されていく時間が、穴の開いたパイプから吹き出したガスのように、ブラボーを包み込んだのだ。N-009 を抜けた時にはもう遅く、ブラボーの右腕と下半身だけが胎児のようになっていた。アルファと交代でブラボーを背負いながら移動したが、結局、ブラボーはくじけてしまった。奴は、俺たちに楽にしてくれと言った。この体になってから、1秒ごとに激痛が走るのだと言った。理由はわからないが、納得はできる。人間の体は、そんなことになる、ように作られていないからだ。最初はもちろん拒否した。でも、ブラボーは、しまいには俺の背中で泣き出してしまった。結局、俺たちは銃でブラボーを苦しみから救ってやることにした。詳しくは書かないが、遺体はセクション O113 にあった部屋。
そこの仮眠室、みたいなとこのベッドの上に置いてきた。日付、2000年、10月6日。アルファが消えた。あのペットボトルや襲撃者のように。地下4階に降りてすぐのことだ。アルファは俺のすぐ後ろを歩いていたが、時間はあいつだけを連れ去ってしまった。最高のパートナーだったあいつ。仕事でも私生活でもだ。俺のいる時間軸からいなくなってしまった。いや、ひょっとすると俺が過去や未来にいるのかもしれない。正直、もうわからない。この場所では客観的時間など存在せず、主観的な時間だけがあるからだ。今は食堂と思われる場所でこいつを描いている。食い物はあったが、すべて腐っていた。棚に置いてあった缶詰でさえもだ。よく見ると、ここだけ施設の他の場所よりもひどく荒廃しているように思える。時間の進みが早いのかもしれない。ここにいると、俺もいつの間にかじいさんになってしまうかもしれないな。今、アルファが消えてしまう前に、もっと言いたいことを言っておけばよかったと後悔している。もっと前に言うべきだったこと、お互いに分かっていたこと、言うタイミングはいつでもあったはずなのに。だがもう遅い。俺は時間に捕らえられて、一人で薄汚れた施設をさまよっている。日付、2000年、10月7日。またどこかで襲撃者に会うんじゃないかと怯えていたが、一向に出くわすことはなかった。はしごを見つけて降りると、地下5階に出た。そこの一角は焼けており、何か爆発でも起きたかのようだった。円柱が天井からワイヤーで吊るされたような、よくわからない機械の残骸のそばで最後のレーションと水を飲んだ。あとは一日中、319内部のマッピングに費やした。どこでどんな時空間異常が起きやすいか。どのセクションに立ち入るべきではないか。どこは安全に時間が流れているか。そういったものをまとめた。多分、うまくいけば全ての時空間異常のパターンをまとめることができるだろう。その時間さえあれば。だが、日付、2000年、10月8日。時空間異常を避け、時には幸運に支えられながらも地下2階へと戻ることに成功した。そこで廊下を歩いていると、何か物音が聞こえた。とっさに銃を構えたが、俺の目の前に現れたのはペットボトルだった。そいつは床をコロコロと転がって、俺のブーツに当たって止まった。俺は笑い出していた。これは、ブラボーがし尽くしたペットボトルだ。俺は5日前からやってきたそれを拾うと、後先も考えずに半分まで飲み干した。もう少し取っておくべきだと分かっていたが、身体は水を欲していた。その欲求に抗えなかった。日付、2000年、10月9日。セクション J077 に戻る。エコーはまだ瞬きすら終えていなかった。俺は、エコーの意識だけは通常通りに動いているのではないかと思い当たった。奴は時間に閉じ込められ、永遠に続く苦しみを味わっているのではないか?そして、これからも味わい続けるのではないか?俺はエコーを楽にしてやろうと思い、奴に銃を構え、しばらく迷った後に発砲した。そして、その途端に後悔した。銃弾はエコーの側まで来ると、急激に弾速を落とし、目に見えるまでに遅くなったのだ。俺は、銃弾がエコーの額にゆっくりとめり込んでゆくだろうよを見たくなくて、急いで J077 を離れた。クソ、なんてバカなことをしたんだ。後悔ばかりしている。日付、2000年、10月、多分な。セクション K021 に入り、また襲われるのではないかと身構えていたら、不意の時空間異常に出くわした。そして次の瞬間、目の前に何か、誰かがいた。俺はとっさに銃を構えると、そいつに無我夢中で銃弾を浴びせかけた。そいつは崩れ落ちた。俺は前にどこかでその光景を見たような気がして、はっと気づいた。急いでそいつの遺体をひっつかむと、もう一度、俺は時空間の裂け目を戻った。そう、そいつは、その遺体は、チャーリーだった。
ついに襲撃者の正体が分かった。こんな残酷な仕打ちがあるか、気が狂いそうだ。日付。チャーリーの遺体から奪ったレーションと水でなんとか生きながらえている。今は地下1階にいる。しかし、出口が見当たらない。まるで迷宮に閉じ込められたようだ。319内部の構造はほぼ把握しているのに。なぜだ、何かの意図を感じる。何か大きなもののだ。日付、不明。白衣を着た連中を見た。過去の出現だろう。奴らも俺を見て驚いていたが、それも一瞬のことだった。すぐに消えた。俺は未だに外に出られない。ふと思ったんだが、時間が俺を外に出したがっていないのではないか？俺自身が何かのパラドックスになってしまっているのではないか？日付、不明。俺もくじけそうだ。もし、そうなってしまっても、最後の手段が銃の弾倉にまだ残っている。これこそ、人間が時間から解放される唯一の方法だ。だが、俺はまだそれを使う気はない。どこかで、また俺との時間が交わって、電車車中、アルファの本名、と出会えるかもしれないからだ。そしたら、今まで言えなかったことを今度こそ伝えられるだろう。日付、不明。目の前に時空間の裂け目がある。俺はいつ見たい。原文ママ、に、不意に現れたそいつを避けようとしたが、その向こう側にアルファの姿を見た気がするんだ。幻覚か、でも、どうせ死ぬなら試してみたい。もし本当にそうなら、アルファに会える二度とないチャンスだろうから。このノートはここ、唯一まともに時間が流れているらしい。セクション G-068 に置いていくことにする。ここで突発的な時空間異常でも起きない限り、後に来る機動部隊か捜索隊が拾ってくれるはずだ。じゃあ、俺はもう行くことにしよう。ノートの記載はここで終了しています。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。